環境保護などを理由にレアメタルの輸出を規制する中国について、アメリカや EU などは不当に輸出量を規制しているとして WTO 世界貿易機関に提訴していました。 WTO の上級委員会は30日、中国の輸出規制は WTO 加盟時の約束と一致しないなどとする最終報告を発表し、中国側の協定違反が確定しました。中国政府は31日、決定は遺憾に思うというコメントを発表しています。